クライムの1の1オーバーザヒッポー、オーバーザ1の1クライムザヒッポースタート。まずハバトリングとかで、まあ、頭ゴチンしながら行こうや。ゆっくり。やばい、だいぶ遅れた。ふっ、うわー、めちゃめちゃ通常コースやな。スピード上げなあかんな、かなり。あれ、コースじゃない、こっちや。急ごう。よしよし、これ展開見たな。変な上り線やった、中途半端線やったから、おかげ助かった。ポンパン、置き去りやめてな。おっしゃおっしゃ、追いついてきた、来た。もう出し抜ける、圏内入ってるで。いやー、これ左ちゃう、上、猫出そうじゃない。あ、上なんや。いや、でこっちになんか透明度感あった、透明度感あるやん。これで行こう、行っといて。こっちっぽいな、表情が。猫たちの表情がみんなこっちに行くぞっていう風に教えてくれた。これで勝ったら俺幸運やな。全部あの道教えてもらってるだけ。頑張りましょう、頑張るわ。応援ありがとうな。ふっ、でこっから逃げ切れ、絶対に。よし、通常コースや。はい、上とかん、おしゃー、不利をずれろ。敵はいない、敵はいないですね。とりあえずオンオフ、ピコン押さなかな。ピコン押してからで、自分だけ行っちゃおうか。うわー、なにこれ。あ、そういうこと、自動でなんか変わるから、あんまりオンオフの方とこ行かんほうがいいな。氷軸で行くわ。で、これ乗らせていただいて、こっから危ないな。これ青いやつ早いからね。上がるよな、上がるよな。オッケー。で、ちゃんと警戒してるんで大丈夫。で、この上乗っちゃうわ。もう右飛びやな、これは。うわー、やられてなかった。うわー、やられてなかった。すごい、今の絶対やられたと思ったのに、なんかもう一回浮上してきたんかっていうぐらいやられてなかったわ。何これ。これ信じるか、一旦信じて。まあ、こんな感じでステップ踏みながらやな。ここ行こうか。やばい、落ちる、早く早く。あー、おねえ、おっしゃー、ウキウキシャンシャーン、協力しませんよ、シャンシャーン、ピース。気持ちいい、気持ちいい。スタートー、急ごう。リュウジ、よし、危ねえ、入れる前に取った。さっき行かないとこれスター取れへんからね。今のマジ大事やね。絶対に先行ラスに負けられへんと思って持ち上げたからね。で、これで、さあ、ブーメランも取っていって、よし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 。足の速さが違いますからね。これがやばい、無限進化か、これで負けるとかあんのか、嘘、差し返せよ。うわー、道間違えてる、もっと、無限進化やめてよ。ふっ、よし、やっと取れた。ルイージスターの継続持たなければチャンスあるな。まだ、あー、ルイージスター新しいのあったんかな。ルイージが鍵取らないっていう手があるからね。あー、ほい、人とこれ行こう、分かり合ってる。俺もそこの中に入ろうかな。もう中に入れて行こうぜー、ゴーゴーゴー。コースちゃうわ。スパイラッシュスプラッシュ、スピンラッシュスプラッシュ、海のコースということですかね。おっと、時間がないんか。ただまあ時間ないからで焦る、出せたらあかんから、ほい、焦らずにゆっくり。おーしゃ、チャンス。ルイージ焦ったんやな。ゆっくり追走していこう。ほい、で、これで起きた、ゴールちゃうか。うわー、でも、あ、音符ジャンプ、音符ジャンプやな、これ。音符ジャンプ、ゴール。や、危ない危ない危ない、右行きすぎとかやったぞ。パックンラワーの要塞、パックンラワーの要塞スタート。まあ、オフ変えなあかんな、これな。変えないと届かないよ。うわー、変えようぜ、オフで行こう。せーの、オッケーで、オッケー。パックンラワーの要塞って聞いてたんで、なんとか。うわー、そこに座るんかい。回転とか一歩ドロップで居座って、ステップしっかりね、タイミング合わせてアイテム取っていこう。キノコ畑ボスとか、ふっ、で逃げていこう。パクラは回転ジャンプで間、オッケー、間勝ち割っていく。わー、まあでもアイテムあるんやったらいいんじゃない。オッケー、アカーン来たわ。アカーンならチャンス、カック使っていこうか。いける、食らわず行きたい。よし、オッケー。で、これがアコーンかな。まあとりあえずそのまま行こうか。ほい、アイテムちょっと探っていくわ。キノコのみの実況プレイ、クラウンかい。うわー、これちょっともう一回くらいと終わりやもんな。アイテムくれ。あ、ちゃんと優しいコースになってるやん。うわー、いや待て待て、それは罠だ。ピッキアップや、あれは。ほっ、で、ここでまたファイヤーの補充完璧や。野生作戦優しすぎるで、このコース。無限にアイテムあんねんけど、最強やないか。で、これで入ったら OK かな。で、貫中、やっとボス戦来た。行きましょう。なんなんやろ。あー、なんや、パックフラワーとか関係ないやん。さあ、青い人倒しまして、オープン。お、青い人来たぞ。ファイヤー、最後の要塞です。そうはさせない。ギリギリ、ギリギリですね。行きましょうか、スタート。オッケー、これ勝ったでしょ。カットします。
さあ残りが7秒になってますよ。さあ間に合うんでしょうか。ギリギリとのコースでしたが間に合っていく。ゴリーン、クルイゴー。さあクルイゴーですね。スター欲しいな、さすがに。ふっ、いやー取れないでいくが、まあ先行ったらいいか。この先にもスターが。オッケーオッケーオッケー、先に行っておけば。おっと、多いと。ああ、まあまあまあ、その勇気はね認めるべきですよね。だって俺勝ちやもんな。今のもう突っ込んででもマリオを差し押さえないと勝てないという判断、素晴らしいものがありましたね。ほっ、はい、そのままいっちゃいましょうか。もう勢いでね。ゴリン、ベリーレッドアイスレベル、ベリーレッドアイス行きましょう。スタート。プニッとしていって子猫をそこにはめ込むというスタイルになりますんでね。で4歩足場にしていって、マリオでも足場なくあれやん。おい、間悪いわこれ、危ない。ちょっとコード下げる。オッケー、4歩にね、6歩から4歩にしていくっていう形になっといて、で雪玉アタックか。ハマブロス危ないな。デカブロス注意しつつ、あとはこの駅メンバーがどんだけ来るかやる。まだ距離あるし、アイテム探りながらでもいいかもな。アイコンの大きさ的にもまだ大丈夫やしな。オッケー、マイナス4、マイナス4ですね。これ上からゴールすれば OK というコースやわ。通常コースやね。ふっ、間、認められなかった、落ちろ。オッケー、マリオそこ張り気づいてなかったんかい。俺たちがそんな下手くそって呼んでたってことちゃうで。ちょうどこれ、ちょうどあの間行かなあかんねんね、マリオ。めっちゃむずいからね。ほらほら、 2D のスーパーベルヒル、 2D のスーパーベルヒル行きましょうか。かっこー、間勝ち割って、まあなんとか2番手。しかももうほぼ差がない。厚かければ抜かせる範囲のところで行ってるわ。抜かしていって、手応えすごいですよ。でこのままボックス持っていってもね、突き放しちゃおう。透明度感は入らない方がいい。そのままダイレクトで行こう。ほっ、ダイレクトジャンプ、どうだ。オッケー、青いとまあ売れるとかもしれませんが、ほっ、よし、青いとなんかボーナス入ったわ。オッケー、ボーナス10個に、しかも閉じ込められてる。あー終わった。あいつキノコ持ってないから終了という形になりますんでね。カッコン、一応ゴーマットピーナッツ、ゴーマトピーナッツスタート。さあいかがなコースかという形になるんですが、厚かけ論からは逃げろという部門になりそうですね。これはね、かなり距離が取れたんで落ちていこうか。一旦減速してまた青い人詰めてきてっていう、そういう試合にはどうしてもなるからね。とっていく、妙ゲーマーの方やな。ふっ、やべ、ゲーマーの方待ちなさい。ゴールを左と間違えてしまったんで、今そうはさせない。サンダージャンプで貫通剣切っていく。はい、妙ゲーマー残念。はっはっは、その程度か。75、え、ロクリー。75へのロクリーですね。スタート、まずは、え、入らねえ。なんか、キラーでも出るんかな、ピョコピンとか言って。とりあえず、まず人数減らそうか。あ、キラー出たわ、やっぱり。予想通りか。ふっ、危ない、落ちる、もう行こう。もう行くしかないわ。落ちるぐらいやったら一旦チャレンジや。あかん、コースが遠い思ったより。うわー、いいなー、その、俺だってやりたいねんで。行きますよ。カッコーン、まだ諦めないよ。青い人がね、しくじる可能性ありますから。せーの、カッコーン。さあ、このピンクと緑の対決ですが、どっちが伸びがいいか。いいですね。もう一度、諦めない。我たちは走り続ける、走り続ける。決して諦めない。ラ・フォーテディ、ブンブン。ブンブンの条件戦ですね。スタート、とりあえずまあ、スター、やっぱスターはあかんて。うわー、お前、人のアイテム取んな。ファイヤー、まあいいや、もう。急がない、負けるし、もう。ファイヤーでいいから行こうぜ。あれ、なんや、あ、よかった、まだ勝ちやった。すげえ、奇跡や。ここで勝ちやんのすごいで。急ごう。下から泳いでいってもいいですし、で、マリオのね、スターの継続も持たんから、ブンブンはね、多分倒されへんと思う。オッケー。ブンブンマリオが倒してきたとしても、俺がここで奪えば勝ちや。ブンブンは生でおるわ。さあ、誰か戦ってるかな、誰も戦ってないな。俺がじゃあ倒しますか。で、ブンブンこっち連れてこよう。ブンブンこっちおいで。マグマ落ちたらどうや。ふっ、オッケー。お、条件見た。しかも条件達成って言ってないの、でかい。これサイレント条件やから、みんな気づいてないで。すれ違い通信が狙える。今だ、すれ違い通信です。カッコン、SMB ワールド1の3、 SMB ワールド1の3スタート。さあ1の3はね、クリボーが2匹振ってきますから、そこが一番危ないって言われてるんで、戦闘不利なんですよね。お、戦闘不利のはずが、かわしたやと。そうはさせんで、青い人畑パス打ちます。オッケー、もうちょうどもうピンポイントでメテを決めたったら、もう下向きに。オッケーオッケー、今のはもう関与したらいかん。
コネコもアウトゾーン入っとったから避けましたね。オッケー、ゴリン、ドンと胸に張ってね、ドンと胸張ってね。スタートー。さあ急いでというコースがあります。これ記念場あれやな、胸張っていってるな。相手をなしていこうという判断、この難しいコースを。ヘルメットかぶってる俺、強い。ヘルメットくれ、かぶった方がいいぞ。さあ鍵が来た、ここはもうオープン。いやでもオープン早かったか。いや大丈夫、でもアイテム取れたんで別にオープン早いとかないわ。何この難しいコース、難しすぎない？まあ無限ファイヤーでなんとかいけるか。えにしてはきついけどな、まあ、無限ファイヤーで粘るかとりあえず。レイジごめん、お前亀裂やわ、申し訳ないけど。そのままダルケットです。ふっ、あー、ルイージすげえ、自分のキャラマリオと間違えてんじゃん。ルイージ、ルイージ絶対今マリオと間違えてたよな、自分やられたわと思って、あの止まっとったけど、ルイージお前が勝ってんねんで、今から倒しに行くけどね、君のこと。ふっ、行きましょう。ヘルメットもかぶれた。でこっからもう一鍵がいる可能性がある。そう、それを狙ってました。あ、高速移動、今画面に目にも飛ばらず高速移動で、おっしゃ、あははおめでとうな。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございましさあ耐えろ耐えろ耐えろ、アウト。